回この地区全体が水枯れてたんですね。いなくなった、はい、でもね、地区の人ね、うん、区長さんがね、みんな面倒見てくれてからね、我々助かってますよ。あ、こちらの広田はじめって言うんですけどね面倒見てくれてますよ、うん、ね、福野さんでそうだよね、失礼します、はい、ご苦労様です。じゃあはじめさん後でまたまだね、はい、はい、あのね、なんだっけ、トレーニングにいいよ、はい、本当にいいね、スリムをしてって、うん、スリムでしょ、スリムだ、本当に働き者、平行やから、うんとあれだわ、スリムになったわ、はい、どうもありがとうございます、はい、どうも、なら、福本くんなんか今回ね、放射性物質がもうここで拡散して、とてもここでは汚染されたところでは生活できないっていうことで行きますけど、こういう水でね、やっぱりあのね、この汚染されたまあね、あと浄化してんかなって感じで。ここにいる人は、この自然と水と空気とか、あと一緒に生活、一緒に生活共存してる動物なんかもいて、虫とか昆虫とかね、いろんなもの、そういう普通じゃ与えられないものの中で私たちそれが良くてここに来たんですよね。でも放射能でいっぺんにそれがなんかぐるっと本当に180度変わってしまった。ここで。あのまたチーズ作り再開したらあの買ってくれるよっていう、この地元の方が買ってくれるよって言ってくれるんだけど、あのこの福島県では空間でこう外部被曝も受けながら、しかも内部被曝もって なっちゃう、そのこの地産地消が逆に良くないことになっちゃう、でその一部に自分もいるのかなと思うと耐えられないです。とりあえずは広島の方で今探してて、はい、はい、来週あたり下見に行くところなんです。まあ、なんかあの子供さんなんか牛乳飲んでなんか結構、そうです ね、牛乳が一番被害あったので、うん、僕なんかは、うん、責任を感じますね、うん。そういう感じでやっぱりね、まあジャージ牛ということで、この福島県のいわき市で ねジャージ牛飼ってる人いないですよ。そしてそのジャージ牛の地図を、まあ加工してモッツァレラとリコッタっていう地図を作ってね。ここの目玉にしましょうということで、いろいろもう夢や描いてたんですよ。その途上だもんね。あの牛乳に放射性物質が含まれてても、うん、チーズとかバターにすると、うん、そっちの方には割と出ないみたいなんですけど、うん、でもお客さんに渡すのにあのチーズの方は大丈夫だけど牛乳はダメだよって言ってたら、それはあの納得できないと思うし、自分でもそれはやりたくないと思いますし。じゃあ現在あの飼っていらっしゃる牛っていうのは、はい、どうされるんですか。あ、連れて行きたいんです、はい、もちろんその汚染はされてる可能性も当然あるんですけど、今のところはあの外に出さずに、うん、あの牛舎の中に入れて飼ってるんですけど、やっぱり環境中にもそういうのが出てるっていうわけだし、うん、多少なりともあの汚染はされてると、多分僕自身もそれはあると思いますし、うん、あの呼吸からも入ってるし食べ物からも入ってるし、うん、汚染はされてるとは思いますけど、まあ命あるものだし、うん、できるだけ持って連れていきたいなとは思ってます、うん、うちでもあの7人家族でやっぱりいいんですけど、もう今のは会長でうちが専務でね、あと若い人がいいでね、孫が2人ですよ。するとやっぱりあのこういう普通の水は飲ませないですから、あ、市販された水を買ってきて飲まし て、うんうん、あとはこの辺今ばあちゃんがねほうれん草持っていいなともちゃんなってたけども、取ってきたって食べないですから、あ、うちの若い人らは、あ、そしてスーパーで買ってきて、あ、それが安全だと思ってますから、血文字の文字用だよね、うん、血文字だと思う、血文字うちはなんか3回からぐらいあればね大丈夫ですから、でも子供は 4、5 倍っていうからやっぱり良くないんですよ。あ、そう買い止まりなんかは人口ね、今140名だったんですけど、それで世帯も60世帯っていうことで、今度はぐっとあのダウンしてね、減少します。はい、本当にこれは買い止まりだけじゃないですからね、まあ福島県全体がマイナス傾向です。はい、これはね止めることできないです。うちらはこう先人からまあわずかな宇治道都治道預かっていますから、これを守るっていう、あとは地域を守るっていう、そういう使命感みたいなのがあって、なかなか死なんはできないですね。